格闘技 TV 天水始まりました。天水森川です。というわけで本のテーマは朝倉海と世界の距離はどんだけ。はい、というわけで本日も一人で行っていきます。まあ、今日はね、ちょっと大雨の日でして、6月2日ね、大雨だったんでちょっと行けないっていう言われてしまいまして、天水一人で今日も撮影をしております。はい、というわけで今回はですね、ファーチェッタ選手と朝倉海選手の、ライジンバンタム級のタイトルマッチが決まったじゃないですか。まあそこのね、勝敗予想っていうのもこの前ね、動画出させていただいたんですけども、まあそれもかなり反響がありまして、で、まあ結果的には朝倉海選手は勝てませんっていう、ファーチェッタ選手が勝っちゃいますっていう動画で、まあ一応終わったんですけども、まあね、そこでいろいろコメントもいただきまして、でさらにね、まあぶっちゃもちょっと、まあそんなにファーチェッタ強い強いって言うけど本当にそんなに差があるのっていうところをね、かなり疑問を抱いていた部分であったので、まあ、どれだけね、世界と、朝倉海選手の差があるのかなっていうところをね、今回は、ファイトマトリックス、この前もフェザー級の方でね、結構人気で使わせていただいたんですけども、ファイトマトリックスっていうのはプログラムされたデータに基づいて、誰に勝った負けたとかでランキングがバーッとプログラミングでこう変動していくような、サイトになってるんですけど、まあ、そのサイトでね、朝倉海選手と他のね選手、まあ、どんぐらいの位置づけなのかなっていうところを見ていきたいなっていうのと、あと、バンタム級の強さランキングっていうのをね、この前、天水の方でやらせていただきまして、かなりね好評いただいてまして、で、まあ、そのランキング、まあ、そこもね割と、いや井上直樹の方が低いだろうとか、朝倉海がもっと強いだろうとか、まあ、そういう意見もいただいたんで、まあ、あれはね本当に天水が独自目線でつけた、分析したレーダーチャートを元につけたランキングですので、それとまあ実績、戦績の元にしたファイトマトリックスはちょっと違うんですけど、まあ、それもちょっと参考にして、実際ね世界的な評価とかそういうところを含めてどうなのかっていうところをね見ていきたいなと思っております。で、まあ、10位からやっていこうと思ったんですけど、まあ、天水がつけた強さランキングっていうのは、まあ、ライジンでの活躍っていうところが、まあ、メインになってますんで、ライジンで全然勝ててないよとか選手に関しては除外してたんですけど、まあファイトマトリックスだと他のね、シュートの試合とかパンクラッシュの試合とかディープの試合とか、まあ、そういうのも全部含めて、ランキング出してますんで、まあ、結構そこの段階出てこなかった選手たちもね一応含まれていますので、まあ、そういう人たちも含めて、今回13位からやっていきたいと思います。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。では第13位、ファイトマトリックスのランキングでは319位、倉本和真選手です。はい、というわけで、倉本和真選手が319位、いや結構低いですね。シュートの、バンタム級タイトルマッチまで行ったの選手なんですけど、あ、このランキングなんだっていうのはちょっと、天水驚きですね。一応ね、天水のランキングで8位って結構な、10位内のランキングにつけていたんですけど、こんな下がるんだと思ってちょっとショックだったんですけど、まあね、倉本選手はねまだまだ実力実績があるんで、こっからどんどん勝ち上がってくれると信じて、ね、いるような選手なので、まあ、ここからの活躍に期待ということで見ていきたいと思います。はい、続きまして第12位、伊藤空也選手です。はい、空也選手ね、バンタム級のねトーナメント、ライジンのトーナメントで出てたんですけど、まあ、結構早々に負けてしまいまして、まあ、金太郎選手ともう激アツなベストバウトと言われるぐらいの試合を繰り広げてまして、まあ、そこからねバンタム級というか、まあ、ライジンの方で全然見なくなっちゃったんで、まあね、その後の動向みたいなところ皆さん知らないと思うんですけど、まあ、一応300位ぐらいまでになってしまったということで、まあ、空也選手もねめちゃめちゃ根性あるしめちゃめちゃ強い選手なんで、こっからねまたライジンの方に戻ってきてほしいなと。多分榊原さん忘れてるんだよ、多分こういう選手いるの。なんか多分いろんな選手どんどん入れることに必死になって、あ、そういえばあんないい選手いたなとかっていうの忘れちゃってると思うんで、ぜひねライジン関係者の方ね、次伊藤空也選手いいんじゃないってちょっとプッシュしていただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで第11位、ファイトマトリックスのランキングでは265位、金太郎選手です。はい、というわけでここで第11位に金太郎選手、出てきます。265位ということで、まあ、正
しょうがないかなっていう感じですよね。実際全然こう勝ててないっていうところがあって、まあ、結構人気先行みたいな感じに今なっちゃってるんで、まあこういう順でもしょうがないかなと思うんですけど、天性から見るとめちゃめちゃね、打倒曲、まあ、かなり揃ってる選手ですごい好きな選手なんで、ここからね活躍、ぜひしてほしいなと思ってる選手の一人なので、ここからのさらなるランクアップに期待していきたいなと思っております。はい、というわけで第10位ファイトマトリックスのランキングでは251位、手塚元信選手です。はい、というわけでグラディエーターのバンタム級王者になった、手塚選手ですね。伊藤久弥選手が持ってたタイトルを取って、今ねバンタム級の王者になっているような選手なので、まあ山に葉選手にねかなりやられてしまいまして、ライジンに来たての時に、まあその雷神での活躍みたいなところっていうのはまだね全然見られてないんですけども、まあかなり実力のある選手なので、ここから勝ち上がってくると思いますので、ぜひ期待していきたいなと思います。はい、というわけで第9位、ファイターマトリックスのランキングでは249位、太田忍選手です。はい、というわけで太田忍選手が、このランクに位置すると、いやすごいですよね。まだ5戦で3勝しか実はしてないんですけど、まあ3勝でもここまで来れるっていう強さと実績を積み上げてきたところっていうのがあるのかなと。で多分倉本選手、太田忍選手に負けちゃったってのもでかいかもしれないですよね。そういうところでかなりガクッと落ちちゃったのかなっていうところで、さらに太田忍選手にしては、かなりいい踏み台になったんじゃないかなっていう感じの試合だったのがこの前の試合だったと思います。でね、まあ太田忍選手はね、まあ一応年齢が年齢なんでね、ここからどこまで上がれるかっていうのはちょっとわからないんですけど、そのレスリングで銀メダルまでオリンピック行くっていうのって、もうなんだろうな、我々の考えられないレベルの話なんですよ。本当天才が死ぬほど努力してオリンピックやっと出れるか出れないかっていうところのさらに上だから、メダル取っちゃってるってことなんで、まあ、そのね、そのなんつうの、そのフィジカルとかその身体能力の高さとか、その持ってるものっていうのは、ポテンシャルっていうのはもうねちょっと想像つかないレベルのものだと思うんで、こっからねどん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 、上に登っていくような選手なんじゃないかなと思うので期待しております。はい、というわけで第8位、ファイトマトリックスのランキングで144位、中島太地選手です。はい、というわけで現バンタム級キングオブパンクラシストの中島太地選手がここにランクインしました。まあ結構その難しいですよね、階級も割と変えたりとかして、木本選手にやられちゃったりとか、ちょっと雷神ではまだまだ活躍できてないところなので難しいんですけども、めちゃめちゃここから急にね100番台っていうところが出てきますので、かなり実力者の一人だと思うので、ここからの雷神での活躍ね、注目しておいてください。はい、というわけで第7位、ファイトマトリックスのランキングで140位、石塚恋選手です。はい、というわけで結構すごいね、ディープのフェザー級王者なんですけども、パンクラスの王者中島太地選手よりも上に位置してるのがこの石塚浩一選手ということで、まあ、この前の金太郎選手に勝利したのもあるし、まあ元々のね実績持ってるものっていうのが、まあ、とんでもないものありますんで、意外ともう26戦してるんだよね。なのでここから、年齢がでも36歳か、結構年齢いってますよね。まあ、だからどこまでここから伸びしろがあるかわかんないですけど、一発がある選手なんで上位陣を簡単に食っていくような、可能性のある選手なので、ここからねまたさらに、見ていきたいなと思っております。はい、というわけで第6位、ファイトマトリックスランキング122位、滝沢健太選手です。はい、滝沢健太選手が122位って、まあ、相当ね、そう熱いですよね、バンタム級。まあ、こうやって日本でも打撃ね、ストライキングのレベルがね、トップクラスの滝沢健太選手が122位ということで、いや世界の壁はね高いなと思いますね。はい、というわけで第5位、ファイトマトリックスランキングでは97位、アラン・ヒロ山根葉選手です。はい、というわけでここでついに、2桁台ということで、盆栽第4の男アラン・ヒロ山根葉選手が、ランクインします。すごいですよね、山に葉選手ってここに、ランクインするんだっていう。まあだから手塚選手に勝ったりとか、まあ、結構強い選手勝ってたりするんですよね。なので、まあ、倉本選手も勝ったか、まあ、そういうところで着実に食って食ってランキング上げてきたような感じの選手なので、
ね、ここからまたさらにね、まあ、上の選手たち本当あと4人しかいないんですけど、まあ、そこと、ね、組まれたりとかして万が一クーのことがあればね、うん、なんかこもってる選手だと思うんで、またね、ライジンの方に出てくると思いますんで、まあ、その時の対戦相手とかかなり楽しみな選手かなと思います。はい、というわけで第4位、ファイターマーテクストランキングで81位、元谷由紀選手です。はい、まあ、この前ね、朝倉海選手に KO で負けてしまいましたが、まあ、一応2桁台はしっかりキープということで、うん、まあ、実力はしっかりあるような選手なので、まあ、ここぐらいかなという感じですね。で、まあ、元谷選手はね、テニスめちゃめちゃ好きな選手で、実力も実績もめちゃめちゃあるんで、そうなんですよ。だからここから上がれるのかどうかってところだよね。今もう33歳で、まあね、その USC とか見ていくと全然今後の年齢から、強い選手って全然出てくるんで、まあ、別にめちゃめちゃこう行き過ぎた年齢かっていうそういうわけじゃないんだけど、ね、ああいう感じの試合見ちゃうと、まあ朝倉海が強すぎたのか、ここが元谷の限界なのかっていうのがね、すごく突きつけられた試合かなというふうに思いました。はい、というわけで第3位ファイターマーテクストランキングで61位、井上直樹選手です。はい、というわけで、我らが直樹一揆ですね、直樹一揆の、ランキング、テンスイのランキングでは2位とランク位置付けさせてもらいまして、で、打撃も6と、付けさせていただきまして、まあこれもね、だいぶ言われましたよ、コメント欄の方で。いや、高すぎる高すぎると。いいじゃねえか、別に高すぎたって。別に なんか高すぎたらお前らになんか迷惑がかかるのか。かかないだろ別にね。いいじゃないですか別にね、と思うんだけど、まあ、いや、言ってることわかるよ。そういうのを、まあ、なんつうの、自分のその価値観とか自分のこう見てるものと相違があるとなんかこう嫌なんだよね。そこが気持ち悪い感じはちょっとわかるよ。それはわかるんだけど、これあくまでも天水が独自目線につけたランキングとレーダーチャートなので、まあ、これはもうそんなにね、もう文句言われてもしょうがないんですよ。で、あとなんか忖度してるとか、コラボしてるから忖度してんだろみたいな言われるんですけど、忖度してたら4とかあんまつけないです正直。そんならもっと6とか5とかもうめっちゃつけるし、さらに言えば井上直樹選手とかよりも、それこそ朝倉未来選手とか朝倉海選手とかの方が言っちゃえば数字が取れるわけですよ。人気も高いわけですよ。だったらそういう選手の方をバーッとでかくしますよ。そしたらだって盛り上がるんだ。そっちの方が、あ、こんなに朝倉未来を押してくれてるチャンネルなんだっていう、やっぱ評価のチャンネルになって、もっともっと盛り上がっていきますよこのチャンネルだって。だけどそこを忖度しないで、できるだけね、客観的な目線で分析していくっていうのが、まあ、この格闘技 TV 天水のね、面白いところなので、まあ、ね、そういうのはないと思ってください。で、なんか忖度してるなって思ったら天水の見る目がないんだなって思っていただければいいと思うんで、まあ、そういうのはね、ないというふうに、これからもちょっと、ご承知おきください。お願いします。はい、というわけで第2位ファイターマトリックスのランキングでは29位、朝倉海選手です。いや、すごいねこの差ですよ。だって32差あるんだね、井上直樹選手と世界の評価こんな違うんだ。いや、ここすごい驚きですよね。まあ、その元谷選手に勝ったっていうのはでかかったのかな。で、井上直樹選手の場合は逆にファン・アチェッタ選手に負けちゃったっていうところで、多分ガーンと差がついたのかもしれないですね。もう少し差がなかったような気がするんだけど、やっぱりね、こんだけ気づいたらこんだけの差になってたかなっていう感じですね。だからもう29位っすよ。だってこの上に28人しかいないって考えたら、いや、とんでもなく強いですね、朝倉海選手。だってこれね、やっぱりすごくやっぱ面白いなと思ったのが、まあ、堀口選手とパッチミックスの試合、ベラトールであったじゃないですか、トーナメントの1回戦で。で、そこの試合でやっぱ見てて思ったのが、こう解説とかさ、英語だからさ、まあほぼないっていうか分かんないんだけど、だけどその朝倉とかっていう名前がやっぱり堀口選手の、その実況とか解説してる人の口からやっぱ出てくるんですよ。朝倉に KO された、あの時 KO されたよねとか、
朝倉を逆にリベンジやり返したよねみたいな話を、まあ、その解説とか実況でそのね、全米の、ベラトールっていうところでその解説実況の人が言ってるっていうのは結構まあなんか嬉しいというか、あ、そうやって朝倉海の名前っていうのは、まあ、世界にも届いてるんだなっていうのが、まあ、すごく嬉しかったところではあるんですけど、で、まあ、さらにねファンアーチレッタもずっとね何年も前から朝倉海朝倉海っていうのは実は言っていて、そういう意味では割とこうお互い望んでいたような試合だったので、まあ、そういう意味でファンアーチレッタ VS 朝倉海っていうのが、まあ、こっち実現するっていうのはすごくね意味のあることなのかなというふうに思います。はい、そして第1位ファイターマタリスランキングでは23位ファンアーチレッタ選手です。おい、これすごいぞ。朝倉海選手29位ファンアーチレッタ選手23位だよ。いやー全然差はないじゃん。一応ね天水のレーダーチャートの差だと4とかついてるのか、4差ついてるけど、だけど世界的にやっぱ評価を見ていくと戦績とかで見ていくと、6位ぐらいの差しかないというとこなんですよ実は。だからあれですよ、皆さんの中でそんな差ねえだろって言ってた人たちの方が当たりっすよね実際、まあ、こういう風に世界的な目線で見ていくとっていうところはまあこれでわかるかなと思うんですけども、そっか、アーチレッタがでも23位なんだね。まあ、これはねかなりこう細かく変動してるもんだからまああれなんですけど、いやだけど23位なのかって考えると結構チャンスありますよね。そういう意味ではね全然別に朝倉海が勝っても大番狂わせではないんだなっていうのがこれですごくよくわかるかなと思います。そうだけどまあこれはね、勝敗予想を見ていただきたいなと思うんですけど、まあなんかこう大物食いの朝倉海ってイメージがあって、で堀口選手に勝ったりとか、まあ、そういうところでねガーンと、ランキングを上げたような選手で、一時期は、6位ぐらいまで行ってたのかな、ファイターマトリックスのランキング最高位が6位ぐらいまで行ってるんですけどとかまで行っていて、本当になんだろうな、いつ UFC とか、行ってもおかしくないぐらいの実力の持ってる選手だったんで、まあここで朝倉海っていうのは別におかしくないんだけど、だけどなんだろうな、やっぱり実力の差っていうのはこの前の試合でやっぱりあるかなっていう風にはちょっと見えたよね。井上直樹選手って朝倉海選手と、まあ、こうやってランキングの差はあれど、まあ、実力的にはそんなに差はないのかなと思っているような選手で、でどっちが勝ってもおかしくない、なんか10回やったら 5-5 ぐらいで勝つんじゃ、どっちかが勝つんじゃないかなっていうイメージぐらい拮抗してる選手かなと思っていて、まあ、そんな中でこの井上直樹選手をあんだけね完封したファンアーチレッタっていう風に見ていくと、どうなんだ、結構差はあるんじゃないかなという風に見てはいるので、この、まあ、6位っていう差がそんなにこう薄い差かっていうと俺はそんなことないなと思っていて、でしかもバンタム級に関しては割となんだろうな、強さってその10番ぐらいでもそんなに実は、もうかなりねレベル的には高いんで変わりにくいところかなと思うんだけど、この多分上位30位以内とか20位以内みたいなところに入ってくると、まあ、ちょっとなんだろうな、こうガーンと抜けた選手たちっていうところがすごくこう出てくるような感じになってくるのでだからまあいや分かんないですよ、全然分かんないし、全然朝倉海選手勝つんじゃないかっていう見方もねこれではできるけど、俺はまだまだ厳しいかなっていうのがまあ思ってるところではあります。だけど評価的な差がないっていうところですよね、面白いじゃないですか、ね、ここで朝倉海選手がひっくり返して、まあ、これでね10番台が乗ってきたりとかしたら、まあ、本人のね、まあ、その意思とか希望とかもあるけど、また USC っていう話もね全然なくはないかなっていう風に本当に思うんで、まあ楽しみですよね、ここで朝倉海がファンアーチレッタに勝つ姿っていうのがもし見れたら、いやちょっといろいろワクワクするような展開がね、まあ、この先、まあ、ロードトゥ USC とかっていうのが今あるんで、まあ、そこには引っかかってきたりとかするんじゃないかなと。結構その世界的にやっぱりこうなかなかねスカウトされて入れるっていうのはほとんどないんですよ今で。なので、まあ、平田達郎選手がね、まあ、こうパッといけちゃって、
え、どうやったの、どうやったの、平達郎そんなロードトゥ USC とか経由しないで、どうやって USC からスカウト来たの、入れたのみたいな話になるぐらい、まあ、なかなか USC にねこうパッと声かけてもらえてさっと行けるみたいなことってほとんどなくなっちゃったみたいなんですけど、まあ、だけどね、そのロードトゥ USC とかっていう、まあ、絶対優勝すれば絶対行きますよっていうものができたりとかしたんで、まあ、そこでね、朝倉海選手、まあ本当にファーチュレッタっていう存在ってラストチャンスに近いんじゃないかなと、この年齢的にもね、まあ、自分の気持ち的にも、まあ、30になったらみたいなことを朝倉海選手もちょっと言ってたりとかするんで、まあ、そういう意味ではね、ここが朝倉海選手のかなり運命を握るね大きな一番になってくるなと思いますので、ぜひね、ここはもう、いや、勝敗層、そうですよ、勝敗層はファーチュレッタだけど、朝倉海選手をね全力でちょっと応援したいなというふうには思っています。はい、というわけで、ここまでご覧いただきありがとうございました。まあ、こういうふうにね、ちょっとファイトマトリックスと、まあ、天水のレーダーチャットの順でね、ちょっと並べてみまして、まあ、どうだったでしょうか。ある意味、こう、実績だけで、こう、機械的にね、戦績とか実績だけでバーッとつけてるランキングなので、これは文句つけどころないんですけど、まあ、天水に対して言いたいことがある人はいるでしょう。ね、井上直樹の方が下だったじゃねえかと。朝倉海の方が全然上じゃねえかってね、まあ、言いたい人はねたくさんいらっしゃると思いますので、これはもうしょうがないです。で、まあ、あれはねちょっと強さ順でこう並べたもんなんで、まあ、それに関してはまあ、物が違いますけど、だけどまあまあまあ、こんな30番さんもあるっていうのはね、まあまあこれはもうしょうがないです。負けを認めますので、なんか文句言いたい人はぜひ書けばいいじゃないですか、コメント欄にね。許しますよ、今回に関しては、ね、で、アーチュッタ選手 VS 朝倉海選手とこの差っていうところもね、まあ、勝敗予想では、まあ、ファーチュッタが圧勝だし世界との差はそんな甘くないよみたいな話をしたんですけども、ここもそんなに差がないと、はい、いうところですので、いや難しいよね。だからそのなんていうのね、評価とか戦績とか実績と、まあ、そうやってこう天水の独自分析した目線でのこう強さのレーダーチャートみたいなところっていうのが、まあね、まあ違うっちゃ違うし、まあこれはもうあくまでも私の主観がかなりでかいところではありますので、まあどうしてもねこういう風な差異が出てきてしまうかなと思うんですけども、まあそういうところも含めてね、まあ楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひコメント、まあアンチコメントも含め、ね、お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでまたね、こういうランキングとかっていうのはねガンガン出していきたいと思ってますし、これはねちょっと、まあ、今回はね上半期っていう感じで、まあ、ライジンが41が、4月かなとかだったんで、まあそこまでに本当はもっと出したかったんですけど、まあ、上半期っていう形でね今回はねそのランキング、まあ、この前のやつとか出したんですけど、まあ、こういうの定期的にちょっとやっていきたい企画ではあるので、こういうランキングとか好きだよとかレーダーチャット好きだよって方はぜひチャンネル登録してね、また次も見ていただけたら嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイテン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。